アイサイルドルさん、おはようございます。あ、これ音は入ってたんだよね。あ、よろしくお願いします。オープニング始まってから、えー、話しますね。今日は、神様と恋愛について、ね、恋愛についてちょっと話が、アトランダムですがね、話できればと思います。よろしくお願いします。 はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか ?You are special の時間がやってまいりました。今日 MC を務めます、沖縄ベタニアチャーチの宮地ひかるです。これからの約1時間、神様の愛についてお伝えする福音放送、幸せのお知らせと言いますけれども、イエス・キリストの愛ですね、十字架立ってますよね。 教会がありますけどもイエス様私はイエス様を信じるものですけどもイエスキリストの愛についてお伝えする福音放送ですこれからの1時間皆さんとともに神様の愛について話したいと思いますお伝え分かち合いたいと思いますよろしくお願いいたしますさあ今日はこの FM 技能湾の放送局から海が見えておりますけれども丘の上に立っておりますのでね えー、変換された基地のところにちょっと張り出しておりますけれども、綺麗な展望台になっててね、えー、前はここカフェだったんでしょうかね、展望台、展望カフェ、えー、海が、あの綺、ー、麗に見えてますね、雲がありますが、えー、晴天ですね、えー、ちょっと涼しくてね、台風が、えー、と今、あっちですか、宮古の方とかに行ってるんですか えー、あっちはどうなんですかね、えー。本当は、まあ、かすったというか、少し、えー、風が、昨日とかね、あの、大雨降ってましたけど、今は天気がいいです、えー。今日は、あのーえー、我が、ベタニアチャーチでは、近くの、あの、ギノワンのトロピカルビーチですね、えー、洗礼式、えー、10時からですから、今始まってます。えー、いつもね、私、ラジオで、あの、そちらに参加できないんですが、えー、今日は3名の方が、 えっとね一人はなんかねすごい劇的な証しがあってまああのご本人がこれからねどんどん証しされると思いますけどちょっとえー、お話し,したいと思いますがねそうオープニングで話しちゃおうかな、えー、その方ね、えー、大阪から沖縄に10日ほど前に旅行できた3泊4日で旅行に来てえ渡嘉敷に のゲスストハウスに泊まってたお酒を飲んでたらなんかお酒にはまっちゃって有金、ね、全部使い果たしちゃったんですってでまあなんでそんな状態になったかっていうとあのー、去年刑務所から出てきて11年ぐらい刑務所にいた長いですねそれで出てきて真面目にやろうとしたんだけど 本当にあの職場で人とコミュニケーションが上手に取れないでやっぱりいろんなことがうまくいかないでまあ偏見もある、まあ、刑務所から出てきてっていうのがそういうこともあってうまくあの適応できなかったみたいですねそれでもうだん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 嫌になっちゃってお酒飲むようになって仕事もできなくなって、えー、仕事も辞めてた。 でどんどんちょっと鬱つとかそういうのが出てきたんじゃないかと思うんですがそれで気晴らしで沖縄に来たらしいんですけどねそれでまあそうやってゲストハウスで全部有金はたくまで飲んじゃってもうどうしようもなくなってそれであの本島に戻ってきたんだけどもう死のうと思ってカッターで首を切ったそうですようんざっくりあのばんそ貼ってましたけどねそれで病院に運ばれたら、まあ、助かってで だけどあのー、行くとこないお金もないで道っ端で寝てたんですってそれでもうつい1週間ぐらい前の話ですよほいで道っ端で寝てって目を覚ましたらあの目の前にあの教会が立ってた、まあ、赤い十字架が見えたってであ教会だと思ってそういえばあのー、前 刑務所入ってた時18年前だからその人40過ぎぐらいなんで若いんですよねあのだから20代の最初かなんか刑務所に入ってる時に、えー、ある沖縄の先生があの今日あの刑務所に来てあのメッセージをしたのを聞いて感動して印象に残ってたんですってまあ T 先生。 T 先生と言いますが、まあその方も、あの、刑務所に行ったことがある方なんですよね。で、T 先生の話を聞いて、もう年配、もう今もご存命ですが、もう80過ぎの先生ですけど、えー、18年前ですから、多分70代なるかならないかぐらいだったと思うんですけどね。で、その先生の、T 先生の話聞いて感動して、いつかその先生に会いに行きたいなと思ってて、あ、そういえば沖縄がそうだって。旅行で来たんだけど、あの、沖縄で、 あの、僕会、あの、教会やってらっしゃるって聞いたから、会いたいなと思ったんだけど、教会がわからない。で、那覇って聞いたけど、そこは富城だったんですって。だから富城だし、と思って、まあ、訪ねたんですって、勇気出して。そしたら、表札になんと、T って書いてあったんだって、同じ名前ですよ。表札に T って書いてあって、ええと思って、あ、でも那覇って聞いてたんで、ここ富城だしなと思って、勇気出してピンポンして、 そしたらあの男の人が出てきて、まあ、牧師さんが出てきて話をしたら「あそれは私の父です」って18年前に話を刑務所で聞いたあのしたのはその,その出てきた人の先生のお父さんだったってえっ、ー、ってなってそれでまあ,あ,の、まあ、依,存しあの依存とかねいろいろあってであのうちの つまりベタニアチャーチの、まあ、施設ありますからねあのうちの施設は自立施設がそちらをあのせその先生が紹介してそちらに行ったらどうかっていうことで1週間ほど前にいらっしゃったんですよこれでもう洗礼受けますっていうことで急遽あの彼の方から申し出があってもう今日洗礼式しましょうっていうことで今日ですねねすごくないですかあの道で寝てて 十字架見えて訪ねたら本当に会いたいと思ってた18年前に話を刑務所で聞いた先生の息子さんの家うちにたどり着いたってだからもう本人はこれ偶然では思えないって言ってあのもう神様に従うことを決めたってうんいやーよかったですね今ちょうど洗礼受けるてるとあの最中と思います いや本当におめでとうございますあの神様にね従ってもうずっとね道が用意されてたと思いますので本当にあのね首も切ってね自殺しようと思ってもあのねまだ不安定な気持ちあると思いますけども神様に従ったら絶対あの道が備えられていい道に行きますからあの本当にあのこれからのね人生 あのイエス様に従っってて素晴らしいいいい人生を送たただきたいと思います本当にね話聞いて昨日もちょっと話したんですけどまだ不安定でね本当にあのいやもうここに自分いていいのかとかあの言ってまああのー、旅行でいらっしゃってたのでもうずっとこっちにいるっていうわけにいかないので一旦あの内地の住まいがあるそうですのでそちらに帰られるそうですが向こうで本当にね教会につながってね あの、ぜひ、あの、素晴らしい人生、イエス様に従う人生、祝福された人生を送っていただきたいと思います。本当にお祈りいたし、あの、しております。はい、明かしさせていただいて感謝です。さあ、ええー、と、いつも、あの、常連の方々、聞いていただいてありがとうございます。えー、大阪から、ルドルフ2006さん。そして、あ、この間からね、あの、聞,聞いていただいてます、チエコさん。ハワイから。はい、すごいです。 お導きですねってあ聞いてしたいただいてますね。感謝ですね。ありがとうございます。さあ、えー、っと、この放送はですね、えー、FM 小座 FM 技能案を結んでおお送りりしてます FM コザは 76.1MHzFM 技能案は 79.7MHz でお送りしておりますツイキャスで、えー、映像も流れておりますあのコメントができますのであの送ってくださいできる限りお答えいたします聖書に対する疑問とかねそういうこともあったら、えー、ミシンジャーの方、えー、クリスチャンじゃない方 えー、キリスト教ってあんまり好きじゃないねというような方も聞いてらっしゃるかと思いますので、僕もそうでした。キリスト教大嫌いでした。今は信じて、あの神様信じておりますが、イエス様信じておりますが、えー、ご質問ください。えー、あとは、えー、メールでも募集しております。メール、メールアドは、えー、7 9 7 f m g i n o 1 c o m 797-fmg1.com でも、OK、しておりますあとはですねさっき聞いたばっかりなんですけど携帯アプリでリスラジってのがあるそうですねリスラジを、えー、落としてあのー、FM 技能案で検索していただくと今は映像はありませんが携帯でも聞けるそうですすごいねこれもうなんかこんなね本当にあのー、自分こういうことをね今やらしてもらってなんか 嬉しいね。<laughs> あんまり、あの、だから、高慢にならないようにしたいですが、えー、いろんなことで、あの、聞けるので、リスラジで、あのー、FM あのー、落として、アプリ落として、えー、検索して聞いてください。はい、よろしくお願いします。さあ、えー、それでは、まず、一曲聞いてください。今日は、えっ、ー、と、なんか、ボクシー先生のメッセージ付きの、いつもね、流したりしてますが、えー、リビングプレイズの3番目ですね。I、えー、Love。 やつですねから、えー、メッセージ付きですがまず聴いてください。えー、今日はねあの後この後あと恋愛について話します愛について話しますのでまたそのような、えー、曲ですが聴いてください。お願いします。 はスペシャルおお送りりしております、えー、先ほどのね、牧師先生のメッセージがついてるあのリビングプレーズってね、えー、10巻セットぐらいのやつなんですよね。素晴らしいですね。もう言って、あの言いたいこと、本当に今全部言ってくださいました。愛について。本当にあのね、私たちがこの世界で生きている中で、愛が、いろんな愛があって。愛 ね、あの愛とか、愛とか愛してるとか愛、そういう言葉をね、まあ自分は今もう全然気恥ずかしけもなく、あの、っておりますが、まあ神様の愛を知ってから、こういうことをね、なんと、だって聖書には、神は愛ですって書いてありますよ。もう大書きしてある感じですね。もう目に飛び込んできますけども、神は愛ですって、えー、書いてありますよね。本当にあの、ストレートですよ。あの、 そういうあのことですからあの、神様に愛されることを知って、自分は本当に人生が立ち直ったということを経験したわけですけども、ね、あのみんなでも愛がねあの、本当に生きている中でとても大きなテーマじゃありませんか。ね、家族の愛、ね、親子の愛あのメッセージの、さっきのメッセージの中にもありましたけど、親子の愛、男女の愛、夫婦の愛、それから友達同士の愛。 まあね、友愛なんて言いますけどね友の愛、まあ、もっと広げると人間愛まできますよねあのまあそういうのがあるけれども本当に混乱したりうまくいかなかったり親子喧嘩、うんね夫婦恋人同士うまくいかないとかのねうまくいきたいんだけどなかなかあってもうあのね歌恋愛 なんかもう本当にポップスの世界というか歌の世界ねテレビとかああいう,もうい一番のテーマじゃないですか愛が。ね恋愛の歌歌ってますよね、えー、西野から西野からなんて恋愛の歌ですよね。 AKB だって、恋愛の歌、恋愛の歌じゃないですか、ねだから一番みんな関心あるし、一番それで悩んでたりすることですよね。だから愛って本当にテーマなんだけど、もう、イエス・キリストがこの十字架にかかって死んだという、まあ、蘇りましたからあの、死んだきりではありませんが、もうね、これは重要なことですね。死んだきりではないんですね。あの蘇って。 ええの命りましたから神様ですからねだけど人間として生まれて本当に痛い思いして十字架になぜかかったのかそこに神様が示した愛があるわけですけどそれを知ることはとても大事なことですよねあの大事なことでした私にとって、うん、あのこれを知らなかったら僕はもうどうなってたかわからないですねもう本当に親子関係も ダメでしたもうあの父母とうまくいかなかったです兄弟ともうまくいかなかったですずっとそして自分結婚経験もありますけど離婚してもうとにかく恋愛もうまくいかなかったですねで自分の子供もうまく愛することができませんでしたがねあの神様の愛を知ってあの立ち直ってきてねあのその中で、まあ、こういうあのラジオ で神様の愛にお伝えするっていうようなことをあのやらせてもらってるんですけどね本当にあのイエス・キリストのね愛なぜ十字架にかかったのかあの本当に自分は意味も知りませんでしたけどそういうことをねあの本当に知るとね全部がね良くなっていくんですよ親子の親子関係もねあの恋愛も神の愛を知ることによって。 神の愛はもう天から降ってきたイエス様は人間としてもいましたけど天から降ってきた天国から降ってきた本当に神様のプレゼントですから私たちに対する愛のプレゼントですねでその本当に一番の行為として行いとして十字架にかかったって神が十字架にかかって死ぬというまあこれはあの意味を し知らなければ何,何それってそんな残酷な神が死ぬなんて強い神様が神様強いですからね強いはずの神があの弱くも死ぬなんてありえないしそんなそんな,なんかね血だらけになって死ぬそれをこう信じるなんてのは残酷でっていう風に自分は思ってましたけどね全くそうでそういうことではなかったんですねでこのことを本当の意味を知った時に僕の心の中で「 何かが変変わわりりままししたねガラッと変わりました、ね、うんそれであのー、親とも和解できましたしまあ今はね、あのー、別れた妻子とまだこう許してもらってませんけども一生懸命和解しようと思ってこっちはこっちはっていうかあの一生懸命努力しておりますが、まあ、時間がかかりますけどもね、うん、だからこう全てが変わるんですよねそう愛に,愛についての考えも何もかも全て変わりますのでぜひ神様何してほしいしてほしいなと思いますが。 えーはい、今日は、ね、あの聖書の、ね、ちょっと特に恋愛について、ね、あの話ができたらなと思って聖書にあの画家という、えー、あの箇所があるんですねいろいろあるんですね創世記とか、えー、福音書とかマタイの福音書ヨハネの福音書といったような大体いい66そういうあの、まあ、文章の塊ですね。 一つのテーマで書かれた文章が、あの、66あるんですね。えー、旧約聖書、新約聖書合わせてですね。で、その中に、旧約聖書の中に、イエス様が生まれる前に書かれたものですが、画家。えー、画家はビと書きますね。えー、優雅の画ですね。ビの、ビの歌と書いて。まあ、あの、歌の中の歌とかね。そういうような意味合い。あとは、えー、恋愛歌ですね。画家。ビあの、なんかこう、優雅で、あの、 愛について、男女の愛について歌った歌のことを画家というそうですが、うん、で恋愛の歌が聖書の中に書いてあるんですよ聖書をお読みになってたことがない方は不思議だと思いません恋愛歌がであの書いてあるんですね画家、えー、これはソロモンの画家ってありまして一番最初にソロモンの画家ってこれソロモンって王様がイスラエルイスラエルが一番栄えた大体イエス様が生まれる千年 弱、千年足らず前の王様です。実在の王様。ソロモン王の映画とかって聞いたことないですかソロモンの知恵とか。もう、神様から知恵をいただいて、どんな謎も解くことができたっていう王様で。はい。で、お父さんがダビデですね。ダビデは有名なダビデ王。その息子、ソロモンですが、ソロモンが書いたんですが、えー、ちょっと読んでみましょう。画家の1から、えー、最初のうち。 あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。おいきなりこんな。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛は葡萄酒よりも快く。あなたの香油、えー香、これは香水ですね。あなたの香水の香りはかぐわしく。あなたの名は注がれる香油のよう。香水のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。 私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜びあなたの愛を武道酒に勝って褒めたたえ真心からあなたを愛しています。ねえ恋愛のだしこれは王宮でたくさんの女の人が王様にまあ疲れ疲れるえー 妻とかまそういう人たち、えーまあ、大和であの日本で言うとあの江戸時代の,あの大奥みたいな大奥とかやりますよねああいう場所ですね女の人が王様に仕える女の人がたくさんいるその女の人たちが王様に対して歌ってる歌ですねでソロモンが王様ですからなんとソロモンはですね奥さんが700人そしてそば、えー、め あの、奥さんじゃないけど、それから、まあ、なんていうんですかね、地位は一つ下がるけど、まあ、あの、奥さんのような人が300人いたそうです。なんと、その多くとして、1000人の奥さんが、彼女がいた。そうですね。あのー、えぇ、ー、そういう、あの、まあ、 で政略結婚が多いわけですね、これ、領土が最大になっている時なのであの、イスラエルがですね、周りの国々から、あのあの奥様が送られてくるあの、もらってくださいとかね、いろんな形で、まあ、ソロモンのもうその時に奥さんが1000人ですねうん、そういうことだそうです。それで、えー まあその中でねその乙女たちがソロモンの王様一人ですね王様は一人ですから女の人たちはたくさんいるんですがその彼女たちが歌った歌なんですけどなんとですねあのソロモンはそのたくさんいる千人いるおあのさきの中でえ実は一人だけの人を愛してたっていうことだそうです。うん、一人だけ本当は、まあ、奥ささんんたくさんね、あのー、略結婚で もらわなきゃいけなかったんだけど愛したのは一人だけだっていうあのー、ことが前提になっているそうですね、うん、例えば、えー、今度はそのだからこれ恋愛の歌なので女の人が言ったかと思うと今度は王様の方から言うわけですね、えー、例えば、えー、別のところで私はシャ,ロシャロンのサフラン 谷間の百合の花、これは女の人が自分のことを本当に花のように例えてるんですが。その次に今度は王様の方が言ってるんですね。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。だからたくさんのねあの奥崎の中に自分の愛する人がソロモン王から見て一人だけいる。で、周りがね綺麗な人いっぱいいる。 着飾った人いっぱいいると思うんですけどもう美人ぞろいでしょそれが全部いばらに見えるってあのトゲトゲので中に1人だけ百合の花がいるんだってうんそういうようなねまあなんかちょっとエロチックに思えるような言葉も書いてありますね「私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋これは匂い袋のような」 のものですかね、この乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです」とかね「ねえ私は愛に病んでいるのです」「あああの方の左の腕が私の頭の下にあり右の手が私を抱いてくださるとよいのに私の愛する方は私のもの私はあの方のもの」ねえすごいですね「ああ我が愛するものよ愛するものあなたはなんと美しいことよ」 なんとと美しいことよ恋愛の歌ですすねね相互に歌,歌ってます、ねうん、でなんでこんな歌がね聖書の中にあるかっていうとソロモン王が自分の恋愛について歌ってるんですけどもつまりこれはこの世の恋愛ねたくさん1,000人のおきがいて本当愛してるのは1人だけだよってでその人もその娘も王様が自分のことを こうたくさんいる奥さんの中で私だけを愛してるっていうことを気づいてるわけですねその恋愛まあ他の人たちもあの歌ったりっていうのが出てくるんだそうでしょうけどもその一対一の恋愛ねえた,たくさん障害がある中で一対一の恋愛について歌ってるわけですねまあこれ恋愛としてもとても美しい、ね、映画の本当ににできるようなことだと思うんですがつまりあのー、あれですね これは神様との恋愛をも歌ってるんですね。つまり神様が私たちをその本当にたくさんの人たちの中から自分を選んでくださって愛してくださってるっていう事実ですね。聖書で別のイザヤ書っていうところにはこういう言葉がありますね。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。 私の目にはあなたは高価でたとえ私はあなたを愛しているって神様が言ってるわけですね。あの本当にたくさん人間がいる中であなたを特別に愛してるよってでこれはあの自分があの本当に神様を信じてですね努力してちゃんとした生き方をして本当にあの何も悪いことしてないあの正しいことをしてあのいい生き方をして本当にあの誰からも文句言われる。 ことはないんだっていう人に対して言うんじゃなくてまあねさっきもあのえ今洗礼を受けてるね方えー N さんのことを話しましたけど本当にずっと刑務所行ってきてあのうまくいかなくて自分でね自殺しようと思ってでもあの本当信じられないような出会いから教会につながって今洗礼を 受けけていらっしゃるわけですねそれは自分がたどり着いたというより神様がねあのあの私の目にはあなたは高価で尊い,いんだよってあ私から見たらあなたは本当に宝石に見えるよダイヤーモンドなんだよっていうような愛し方をして選んでくださって今神様に従っていらっしゃるということですよね。うんだからあの 選んでくださってそのように特別の愛ですね。本当に不思議なことなんですけど神様は一人一人特別に愛してくださるたくさんいる人の中で特別に自分を愛してくださる、うん、そういうだからちょうどソロモン王がたくさんお妃がいる中で一人だけを愛してるよっていうのと同じ愛なんですねでそれに対して私たちも熱烈に神様を慕って愛します そういうような愛を神様との一対一の愛をまあ恋愛って言いますけどねまあじゃあね恋愛があって最後あの神様とセックスしたりとかそんなないですよ恋愛を超えた恋愛ですよね、うん、あの神様との愛は本当に恋愛をするようにその先に行くような深い愛に導かれていくってあのことをねこうだからここの画家っていうのがこの中に聖書の中にあるんですね だからね、あのー、その本当に深い愛神様がどんなことをしても十字架にイエス・キリスト十字架にかけて自分のために身代わりになって自分の本当にあの犯した罪や、あのー、本当に悪い思いとか嫉妬うんそれからまあ病気とかね なかなか変えられない自分の悪い癖性格そういうものをすべてイエス様が十字架にかけてあの沈めたあの捨てたということですねもうそういう事実が2000年前にあってだからイエス様を信じたらそれをあの罪も許されることがなるしすべて神様が生産してくださったということですねこれはなかなか、ね、あのイエスキリストの愛を知らない 自分なんかそうでしたけど日本人にとっては分かりにくいかもしれないけどつまり全部神様が自分の罪をやったことを背負ってくださったっていうことですねこれはだから神様信じたらもう全部清算されたんだってことですねあの心の重荷はねもちろんねあのやったこと人間関係の中でやったことこの まして犯罪なんていうのそれは償いをねあのしなきゃいけないですね裁判なりそのあの警察に捕まってとかいろんなありますからそれはこの世で償わなければいけないことはもちろんありますけれどもその心の重荷っていうんですかねあのそれはすべて神様が全部清算してくださってるっていうことですねだから新しい生き方をしてすることができるわけですよね。うん だそのことをねだから神様が愛されあの示してくださった愛そこまでして身代わりになって死ぬ死んでまで自分を愛してくださってるって愛をね受け取ってその愛に応えるってことですねそれがこの恋愛家の中にも現れているわけですけどもこの愛はねだからちょっとまあ流行家今は流行家なんて言わないとそのありますね あのテレビとかラジオで流れるそのねそのあり方とちょっと違うっていうことをねちょっと話したいんですがさあもう一曲聞いていただきましょうもう一度えっ、ー、と「リビングプレイズ」から、えー「主をあなたを愛します」。 あツイキャスなんかいろいろあるようですがすいませんねあんまりツイキャスについて詳しくないのであの皆さん聞いていただいてる方いろいろあると思いますがはいえー、聞いて最後まで聞いてくださるとありがたいです。

ですよねはい。あごめんなさい。ごめんねルさんあ、ありがとうございます。はい、復活しましたよー。はい、すみません。あ、なんか、追加ついろいろあるみたいですが、ちょっとあんまり詳しくないですすみません。皆さん、えー、最後まで聞いていただければと思います。よろしくお願いします。 おルドルフさんすいません。ちょっと間が来ました。ありがとうございます。 はい岩スペシャルお送りしております、えー、スポンサーさんありがとうございます、えー、沖縄ダルク依存症の施設ですかね、えー、先週あの私お休みして、えー、FM あのこの岩スペシャルに、えー、ダルクさんから二、えー、人出ていただきましたねあの明石本当にね依存症の回復の皆さん頑張ってますねありがとうございますそして、えー、赤道ラーメン、えー、沖縄に何店舗もあります。 美味しいですね、ラーメン。うーん、あの、ぜひ、赤道ラーメン行ってください。はい、ありがとうございます。さあ、えっ、ー、と、先ほどからね、お,お送りしておりますが、画家、であの、恋愛家なんですよね。恋愛家がね、あの聖書の中にあって、本当に熱烈な、この、えー、これ、3000年前に書かれてるんですよ。3000年前にね、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。 たくさんの、ね、女性がいて本当にみんな綺麗で美人で着飾って宝石もいっぱい身につけて王様にね愛されるように1,000人の女の人がいる中で1人だけ王様から愛されてる人がいてだからそういう感じなんですよだから他の人を、ね、別にあの同じ神様に招かれるってじゃあ他の人はいらないよっていうあの神様の愛はもし神様に従うならば。 神様の愛に応えるならば全員そういう特別な愛を示してくださってるんですよね。うん、だからその愛にね応えたときに私たちはもう本当に神の愛を知り、あの人生を変えられるってこれねあのあの例えばですよあの、えー、恋愛の歌ねえみんな男女あの本当に一人で あの愛されたいとかでもなんかいろいろありますよね、もうあ、あるあ、ちょっと気になった歌、昔ありましたね、愛なんて、愛なんてみんな残酷でもう祈る価値ないよとかね、なんか切ないね、失恋したんですかね、うまくいかないんですかね、僕も全然うまくいきませんでした、親子の範囲も男女の範囲も何もかもうまくいきませんでした、本当にね、絶望的な、なんでこうなるのってありましたけど。 今は本当に神様にの愛を知って祈る日々ですけどね愛なんて残酷で祈る価値ないよって歌いましたね、うん、そういうサビの部分ね、うん、あれなんかもね神様の愛知ったらなあいいなあと思いますねあとはね思うんですけど AKB なんかでもねあの、まあ、恋愛の歌を歌いますよね学校学園恋愛でみんなあの あの人気投票とかかすするじゃないですかこれで思ったんですけどね人気投票して一番自分がこう人気ある、まあ、みんなからかわいいとかそういうふうに思われたいっていうあのそういうグループですよね。まあそしてその見てる人たちファンの人たちもそれでね総選挙とか言って投票して一番を決めてってもうこれで。 壮絶な争いがあってまたそれが一つのドラマになっていてまあそれも面白いんですけどつまりこれ愛されるっていうこと人気一番になるっていうことはどういう愛され方かというとこのソロモンで言うとね1000人まあ1000人までは AKB いないでしょうけどねその AKB だけじゃなくていろんなグループあるわけでしょうあのそれで 何百人いてまたそこに昇格するしないとかって言ったら本当に千人とかいるんじゃないですか入りたいとかねそういう人たちの中であの一番になるってことはどういうことかっていうと一人の人に愛されるわけじゃなくて不特定多数の視聴者とかテレビ見てる人とかそういうファンとかファンでない人までねまあファンじゃない人までっていうかいろんな人が投票するわけでしょだからたくさんの数の人に愛されるなの 認められれた人人が一番愛されてる人っていいるっうことですよねだけどこれ違うんですよね。1000人いて一人だけ愛されるんだけどその愛される人は一人なんですよ。神様なんですよね。まあこれ王、王っていうことが一つのこうシンボルになって象徴になってるわけですがなんか違わないですか。全然違うよね、うん。たくさんの人に愛してもらってたくさん。これ本当にこういう価値観ですよね。 物を,物を例えば仕事してても例えば商売何か物を作る仕事しててもやっぱりたくさんの人に買ってもらうっていうことがあの基本的に大事まあそうじゃない価値観ももちろんあるんですがね質のいいものを作って本当に少数の人に認めてもらってそんかり値段高いよっていうようなうん。の人に うん、認めてもらうとかまああるんですけど要はこう一人じゃないですねたくさんの人に認めてもらうでまたこう、うん、そういう、うん、ちょっとうまく言えないですがそういうあり方ですねでも神様との愛は1対1ですねそれぞれが1対1なんですねじゃあ他の人のことは全然見てないかってこれはもう別問題ですよ人と比べられない愛なんですね神様の愛はね だそういう愛をね本当に自分のことを愛してくださってる全部知って上で自分に手を差し伸べてくださる神様の愛それがこの画家を通してまあ一つ読み止めます本当にそういうものをねあのだから是非ね恋愛も皆さん恋愛ね特に若い方 恋愛また結婚してる方も本当に夫婦,性夫婦のねあの関係いろんなあのことがあると思いますけどあの神様の愛を知るとそれがあの輝くようになるんですよねすべ、うん、ての場所に存在する神様の愛それを受け取ると人生がこう輝くものに変えられるんですかね、うん、そうですねあの親子の愛もそして あの友達との愛あの友達友愛友達同士の愛ねもっとこんな人間愛ヒューマニズム、うん、これもやっぱ神の愛を知ってねイエス様の愛を知っていただければ素晴らしいものに変えられますと私は私はそうです私はそうでしたはい是非イエスの十字架について知ってください十字架の愛についてお互いに知っていきたいと思いますさあ えー、最後にもう一曲聴いてください、えー「リビングプレーズ」から十字架の影に。 十字架の影をお送りしましたさあ、えー、まもなくあと10分ないですね、えー、8分ほどでエンディングですが、はい、もう早いですね。さあ、洗礼式はどうでしょうか、もう終わったかなえー、ね、どうだったですかね、感動ですね。うーん、あの、洗礼を見るたびに、自分もね、8年前に受けましたけど。 自分はなんかまだ洗礼受ける時になんかこう感動して涙が出るとかそんな感じじゃなかったねもう僕はもうなんかまだあのいろんな思いが残ってったと思うんですけどねうん,なんか頭でね考えちゃう人だったですねいろいろ頭で考えて頭で考えてこねくりまして全然こうあの幸せになれないっていうあの人でだったですが。うん 洗礼を受けた時もまだなんか、ね、うん頭で考えてましたねでも本当に心の中が変わって最初自分の心の中が見ることできないんですよねだんだん本当に神様にあの心の中を照らしていただいて神様の光でね愛の光で照らしてもらってだんだん自分の心の中が見えてくる分かってくるっていうことでしたね。で 本当に全部隠してたですね自分の心でもそれがだんだん打ち明けられる別にあの話,さ話すことは自分の心の中を話すことは恥ずかしいことではないっていうかね今が変わっていってれば良いわけですから神様に従って、うん、あの自分の内面を変えてくださるのは神様しかいないですねだからあのそれをするようになってきてるんですけどもまあ今日話したに N さん なんかはもう泣いいてるんんじゃななすかねうーんなんかね美しい涙に流されてねあの本当に洗い流されて新しい人生を送っていただけだといたらいいなと思いますねはーい、えー、今日は画家からね、えー、恋愛家ですがソロモンの画家ソロモンの恋愛家本当にたくさんの王宮にいる、えー、お妃奥さん その恋愛本当とに美しい恋愛家ですけどねそれそういうこと聖書にありますそれをその恋愛をするように神様ともの愛を、えー、神様は本当に恋愛するようにね私たちを愛してくださってまたそれに応えると本当に神様との愛が深まって今度は人間同士の愛もね 親子の愛、男女の愛恋愛、えー、もちろんセックスも含まれますけどね性愛あの男女の愛は、えー、ギリシャ語での聖書でと「エロス」「エロース」ね「エロス」って言いますよねのことですから性愛性愛セックスを含めた愛ですね男女の愛はねですからあのそういうこともあ,のありますしそして人間愛友達同士の愛ね 他人,他人との愛家族じゃない他人との愛もありますねそういう本当にそれが全部あの安定していくいいものに変えられていくんですね神様との愛をが深まると神様の愛を受け取ってその愛に応えると応えていくとあらゆるものが安定していくということです、えー、聖書には4つの愛が出てきますがねあの親子の愛 男女の愛何度も言いますがそして人間同士の愛そしてもう一つ神様の愛ですね一人がイエスを十字架にかけたで私たちの身柄にするほど神様が私たち人間を愛してくださった愛についてありますのでその愛を本当に是非受け取ってくださいねあのねあの本当僕は8年前は どっちかというとキリスト教というものを憎んでおりましたので、うん、この宗教嫌いって本当に毛嫌いして、あのー、前の生き方の中ではかなりケチをつけておりました直接クリシンの人を攻撃したというようなことはなかったと思いますが なんかあのキリスト教大学に突入して逮捕されたり <laughs> 36歳の時に頭切ってからあの、うん、あのサ,ルサル大学とキリスト教系の大学に突入して、えー、警察呼ばれて逮捕されたことがありますとかねあの聖書の,あのなんかケチをつけたい場所ばっかりなんか拾酔い目してあのおかしいって言ってあのケチをつけたり。 してましたそういう私でさえ神様に愛されてあの拾い上げられましたねもうほんと最後はあの死ぬか気が狂うかしかなかったわけですね薬物,薬物依存になって全部ダメにして誰も相手にしてくれなくなって家族もいなくなりました沖縄に逃げてきてそこから神様が拾って 拾い上げてくださったんですね初めて自分は神の愛を知りましたイエス様の愛を知りましたそしたらまあキリスト教に対する、まあ、誤解もありましたねでもキリスト教っていう一つの宗教としての集団としてはひどいこともいっぱいしておりますから半分はまあ自分の考えも当たってったんですがなんとその中心にあるですね神の教えというものに対して全くノーチェックだったんですね神の教えと、まあ 集団としてのキリスト教人間がやっているこの宗教というものとはまあ違いますね、うん、神イ,エスイエスの教えからはそのような,なんかこう人に迷惑をかけるようなものは出てきませんが集団としては宗教としてはかなりひどいこともやっております、うん、だからそこら辺のね違いが自分には分かってなかったですねでもイエスキリストに本当に出会ってよかったと思います皆さんもぜひ えー、イエス様に出会ってください明日日曜日曜です、えー、教会行ってくださいね教会、えー、しばらく行ってないクリシャンの方も教会行ってみてくださいそしてまだ教会に行ったことがない方ぜひ、えー、近くの教会に行って、えー、神様に出会われてくださいまた聖書に触れてみてください、えー、今日は、えー、聞いてくださりありがとうございましたそれでは皆さん一週間、えー、元気に 神様の愛に満たされて過ごしてください God bless you はいツイキャスを聞いてくださった皆さん ありがとうございました。うん、拙い話でしたが、恋愛ね。うまくいったことがないので、あまり上手に話せませんでしたが、えー、ありがとうございました。感謝します。